シオンは、菊シオ音族の多年草。別名は、鬼のコグ草、十五野草、重い草。和名シオンは、漢名の紫園の音読みから、名前が付けられており、十五野草の別名もある。中国植物名も紫園という。花言葉は、追草である。中国北部、朝鮮半島、シベリアの原産と言われる。日本には、 本州の中国地方と九州の山間部に分布する。山地の湿った草原に生える。花を鑑賞するためによく栽培されていて、庭や鉢植えなどでよく見られるほか、一部は野生化していて目立つ。古くは薬用植物として中国、朝鮮から日本に伝えられたとされ、平安時代から鑑賞用に栽培されている。多年草。草丈は高く、 1.5から2メートルくらいまでになる。葉や茎はまばらに毛がついていて、触るとザラつく。開花期は夏から秋で、茎は上部で枝分かれして、泡紫色の頭花を三棒状に多数咲かせる。花径は3から3.5センチメートル。花は周囲に花びらのような薄紫色の絶妙花が一重に並び、中央は黄色の筒状花の花を咲かせる。 根、ね、および根茎には、精油成分として、ラチノフィロール、ラチノフィロールエステル、アネトールなどを含み、サポニンの一種である、シオンサポニンや、クエルセチン、シオノンを含む。サポニンは、排糖体の一種で、口に含むとえぐみがあり、水に溶けやすくてかき混ぜると細かく泡立って、消えにくいものである。このサポニンが、炭を切りやすくする、巨炭作用があるほか、血液を溶かす、 溶血作用がある。ただし、乱用すると内臓の内粘膜を刺激してた、誰を起こすこともあるので、乱用には注意を要する。地上部の形容が枯れる10から11月頃に根を掘り上げて土を取り除き、2つから3つの芽をつけて株を割って、翌年植栽する株は、堆肥や腐葉土を混ぜた土に植え付ける。同様に掘り上げた根を水洗いして、 長さ2センチメートルほどに刻み、日干ししたものが木薬になり、植物名と同じくシオンと呼んでいる。アンズイケル酸などの漢方法材に使われる。民間療法として、タンキリや咳止めに、シオンついた治療3から1 0ムを約400から 600cc の水で半量になるまでとろびで煮詰めた、煎じ汁を食感3回に分けて分布する利用法が知られている。 体を温める薬草として知られ、体が冷えると咳がひどくなり、薄い痰が出る人に良いと言われる。反対に、肺に熱がある人や黄色い痰が出る人、喉が乾く人には禁忌とされている。また、喘息に対しての効果は期待できない。ありがとうございます。